これはスキルに当てていく。オッケー、情報当たったね。ちょっと、とりあえずこのシャンクスにゴールティーラフィーノ。あ、これ、いや、キング来てる。縦張ってキング。あ、オッケーオッケー。はい、どうも、キュンです。いや、今さ、キングが出てくれたおかげでさ、ちょっとシャンクス減ったじゃん。それによってね、もうこのキャラが、とんでもなくね、活躍できるようになったんじゃないかなと、キュンは読んでおります。てかさ、テゾロってあんまり高く評価されてないけどさ、俺出た当初から気づいてるよ。こいつマジで強いからね。まあ、ちょっとね、欠点もあるけれど、基本的にはぶっ壊れキャラだと思っております。なぜ評価されないのか、それは今までキュンがこの動画を出していなかった。で、とにかくね、スキル1を短縮していくメダルで、ね、戦っていきます。スキル1はゴールゴールの盾を張るやつですね。はい、そのね、テゾロの醍醐味使用していくのはあんたでもいいよっていうことで、ガチガチプレイ見ていきましょう。はい、第1回戦目、ドレスローザステージ。まあ、このステージは比較的得意ですね。で、正直ね、キングはマジで余裕なんですよ。もう速攻ゴルゴルにできちゃうんで、まあ、問題なのは、シャンクスが複数いる時なのと、あとは、ウタがいる時、ウタちゃんは本当にシールド誰か剥がしてくれんと戦えへん。それで、いつか情報修正してくれたらいいなって思うことが1点だけあって、通常がとにかく重いんですよね。1度目とか2度目とかやっても隙だらけで、これがちょっとしんどいんで、まあ、そこだけ改善されたらマジで化け物かなと思います。で、ユメルフィーが狙いと見せかけ、赤犬にゴンテーラでデュー。これが案外ね、ダメージ入るんですよ。で、キング基本的にこれでワンパンできちゃいます。体力と防御に全振りしない限りは基本的にワンパンできるかなという感じです。はい、で、ここちょっとね、周り詰められてしまったので、まあ、ボコボコ攻撃受けてますが、まあ、全然焦ることはないと。うん。オッケー、これ縦にして打っていく。素晴らしい。で、ルフィちょっと怖いな。これ距離取りたい。あ、ごめんね、ゴソップちゃん。ごめん、助けれんわ。スキルどっちもないから助けれんわ。その時はね、無理していかなくていいと。うん、スキル溜まるのを待ってから落ち着いていきたい。さあ、これで離したら、また、ゴーンディーラフルニョッキーノ。あ、祈祷一つ分足らんかったな。本当にこのスキル、卑猥にしか見えない。心汚れとる人ね、これ卑猥にしか見えないよね。やべえ、スキルどっちも使っちゃったな。これ距離取ろう。ちょっとね、もうスキル値短縮したいけど、いやー、ルフィ追いつかれるかな。行くしかない。通常で押し切ろう。やべえ、ちょっと回避ミスった。でも大ダメージ食らったから一瞬ゴルゴルになるんだよね。もうすぐ解除されちゃうけれど。まあ、夢ルフィと戦うときは結構駆け引きになるかなと。そこまできつくはないけど、得意でもない。で、まあ、ブースト中だけどね、テゾロをディスポ待ちさせてもらいました。あ、てか、味方さんも結構頑張ってくれてね。これ、ゴトリいけちゃったやつだ。よし、守ればいけるんだな。よし、ちょっと待ってよ。どうしような。ゴンディーラフルチャンスなんだけど。オッケー！で、出よー！刺さりましたと。このスキル2の時のテンション異常だよね。スキル1、そんなさ、テンション上がらないのにね、ゴーボンバーぐらいなんだけど。はい、ここで、ちゃんとカウンターをカウンターで返していく。です、1、2、1、2。はい、あー、惜しい。あー、惜しかった。やべえ、カムサイクル。いやー、ちょっと遅れたな。いや、分かったんだけどなー。くそったれ。よしよし、ちょっと落ち着け落ち着け。あのね、こう1体吸うのが結構これでかかったりする。で、これも距離詰めちゃおう。で、通常で攻撃誘い込んで、縦張ってゴールゴール、ナイス。素晴らしい。で、来るね、グレン。オッケー、じゃあスカイ取っていく。で、隙を見て、ゴールで、出よー。で、まあ、これは、まあ、落ちてもいいかな。うん、落ちるしかない、うん。耐久できないと思うしね、これ。あ、でもまあ、いけるかな。ちょっと縦張っとこう。いや、助けて。いや、スタンプ押しにくい。スタンプ押しにくい。頑張ってました。助けて。いや、怒らんといて。怒って返すのちょっと辛いって。まあ、ウタちゃんにちょっと任せようか。赤犬、あ、無敵剥がれてるの素晴らしい。いや、これはもうウタちゃんいけるっしょ。はい、で、ここをキルしていく。ナイス。で、透明になってどっか取りに行けば、まあ、ゴソップさんが握るかな、これ。あ、握る、あ、握んないね。じゃあ俺握っちゃっていいかな、これ。俺握るね。オッケーオッケー。集まれ。お、危ない危ない危ない。ちょっとマルコに握った方がいいの、あの、チェンジした方がいいのかなって次迷ったけど、はい、なんとか間に合いました。で、ここ任せて一応こっち行きましょう。で、山とかは抜かれないか。抜かれたとしても、まあ、これ、はい、剥がせますぞ。いい、ナイス。いやー、テゾーロ強くない？ちなみにテゾーロだったら山とか旗握った間に通常1回当てるだけでゴルゴルできるんで、マジで神。はい、続けて2戦目です。1戦目の終わりに、そのヤマトはね、旗剥がすことができるよって説明したんですけど、おでんは状態上無効なんで、旗握ってる時にテゾロが攻撃してもね、ゴルゴルにはできないから、旗剥がすことはできないよっていうことです。はい、獲物が来ました。ここでゴールディッドボクティーノ。いや、ワンパンはやばい。マジで気持ちいいわ。全然キング怖くないもんな。いや、これテゾロみんな使ってみ。ほんとキング何にも怖くないから。スキル1も2も縦張ればすぐゴルゴルできるからね。はい、で、ここ縦張っていく。はい、
ットかガキットかゴルゴルト、まあ、横言うとねキット落とし切りたかったな。ここジャスカイしていく、そして通常でゴリ押ししていく。でここ距離取りたいね。よしよし、いいぞいいぞいいぞ、いい感じだ。いや間違えた、ちょっとやべえ、スキルボタン押しちゃった押しちゃった、もったいねこれ、背中からギャン。いやあのキングにやりたかったな。これはスキルに当てていく、オッケー両方当たったね。でキット落としてキングがもうミリになったと。やばめっちゃ強いっていうか全然キング強くない。そしてメダル効果でキルすればスキル1短縮になるので、もうゴルゴルかつー、うたちゃんはダメなんや。じゃシールド剥がしてくれ、シールド剥がしてくれ、おでんさん頼むわ。ちょっとまあおでんも嫌だよね手ぞろシールド剥がせって思っとる、多分同じこと思っとる。いやーこれちょっとじゃあダメダメ、ジャスカイしてからじゃなくて始まんないからさ、無駄回避とかしちゃうんだよなこれ、難しい。いやーこれ歌頼む、あぶねーピータ止まり。でも落とされちゃうと、いやーこれほんときついな、歌マジ強すぎるって。シールドをね誰かが剥がしてくれれば余裕なんだけどね。あーまあディスポーンさせてもらえますか。最後ガチャいいんでしょ、まあ、任しとけ。最悪レッド波出せばなんとかなるかな、この今のリーグは。それで今ウタ2体いるから、まあどっちみちこれシールド剥がせてなかったら相手にできないんだけど、これどうだ、戦ってからシールド剥がれてんじゃないこれ。あーあーウタ落としたね。はいシャンクスゴールティーナバッキーノ、はいアウト。いや今回絶対言わないって決めてたのについに言っちゃったわ。まずいキングの進軍を許してしまった、これはやばいぞ。ちょっとビスト任せるわ、うん任せる任せる。やばいちょっとこれは抜かれるな、間に合わんな。これ通常重いんだよな、通常ワンツーワンツー重いんだよな。ここは通常で回避誘って、ジャスカイは取れなかったから縦にしていく。いや逃げられる、いや逃がさん逃がさん、オッケー。意外と俺飛距離あるんでね、でこれ距離詰めていこう。で無防備に接近したら攻撃してくると読んで、ジャスカイ取れなかった、やべえ落とされる。ちょっと待って、ナイスオーデンさん、いやここ落ちるわけにはいかん、耐えるぞ耐えるぞ。正殿抜け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 、オッケー。さああとは守るだけ。このおでんがどこ行くかによるな、どうしよう。こっち様子見たいけど、いやでもちょっととりあえずこのシャンクスにゴールティーナフィーノ、さすがブースト中これ耐えれんね。いやこっち守らんとあかんわ、うわー間に合わんな。おでんはこれ抜かれるな、いや間に合わんよな、そうだよね。まあ抜き終わりにこれやって KO したとしても、まあ間に合わんかったやろうな。うーんでもこれはあそこ援護いかんかったらね、シャンクス2体おったしな、難しいよねやっぱダンスね。続いてはドレスローザの闘技場で見せていきますよ。意外とこういう狭いステージとかの方がテゾロは全体を見れていいのかもしれへん。じゃあまずは定石通りに陣向かうけど、歌来てほしくないな。オッケーオッケー真ん中行ったね。じゃあほんと歌来てほしくない。あーこれはよし来たね、俺読んでたよ。いや抜き終わり来るかなと思ったワンちゃん、抜き終わりったらまあ仕方なく受けようかなとは思ったけど、で味方守ってね真ん中ちゃんと維持したいんで早めに援護行きます。まあ、ここちょっとゲージ溜まってないので心配だけど、ゴールディのフルバッーノー、あーマジで気持ちいいなこれ。いやキング来てる、縦張ってキング、あーオッケーオッケーちょっと時間差ったけどね、ちゃんとゴルゴルできたよと。うんこれはもうね全然キング怖くない本当に。あーどうなったどうなった、なんかラグいっちゃって、タッチバグどこまでが、どこまでがこれあれなの、正常なあれなのわからんけど、はい KO していく。でヤマトも今ゴルゴルなってるんで味方さんに任せます。いやーちょっとダメやったか。じゃあ3発目当ててゴルゴルにしていく。これ落とした、あやべえ逃げられた逃げられたやべえ余計なことした。はいまあ結果オーライ、2キルしていく予想外で、スキルにニョキニョキ打っていく。いやめっちゃ外した、なかったことにしたい。でここ絶対ジャスト、オッケー入った入った。これでワンツーワンツーやられてる、ワンツーやられてるやられてる、立てあれ、あー間に合わんかった。うわくんさ、ジャストで、ジャストからの、ジャストからの展開で負けたら勝ち目あらへん。で、まだレッド波の時間帯ではないからです。あー、5ドリできたんだ。いや、これはじゃあ、波出しといてもよかったな。テゾーロ、ちょっと待っちゃったからごめん、出させて。あー、これちょっと苦しいね。だ真ん中抜かれちゃうね、これは。いや、波出しとけばって話だよね。やっべ、これ絶対勝たなきゃ。はい。じゃここ抜きます。抜いた後、はい守る、オッケーゴルゴル状態からのパーンでいって、でここフルバッキーノで援護していく。うん当てたかったところで、スキル1早く、スキル1スキル1スキル1早く、スキル1キング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 来る、オッケー、はいワンツーでスキル来るから、オッケーゴルゴル、あま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 あ大丈夫、うん全然いいよ、全然キルパック大歓迎よ。そしてもうスキル1が溜まったということで、ちょっとこのね、あ、オッケーオッケー、シールド剥がしたから、これ、ちょっと待って、どうなったどうなった、ルビー、あ、間に合わんかったか。
そう、お互い状態上。先にあっちの方が解除されたか。ここで両者、ベスト来るね。いや、波出そう。波出して、どっか一個確実取りに行こう。取り返されても取りに行こう。もしくは完全で守る。やることすごい簡単。さあ、どこ行こうかな。真ん中はいい。よし、任せよう。ちょっと、ちょっと敵一陣でいいかな。敵一陣なんか楽に取れそうじゃないこれ。楽取れそうじゃない、うん、取れるね、これ絶対。ほら。よし、来た。よ、OKOKOK。敵二陣でもよかったんだけどね。ちょっと待って。やばい。あれなんだよ。自陣が抜かれて。やべえ、間に合うかな。はい、キルしていく。抜く。OK! よい、結果オーライ。あぶな。じゃ、ちょっとマジで冷やせやば。いやー、これしばらくテゾーロ使おうかな。次のキャラ出るまでは全然テゾーロいけそうだね。よくや。はい、ご視聴ありがとうございました。テゾーロどうだったでしょうか。もうこれはゴルゴル環境到来するんじゃないでしょうか。しかもこのタイミングでね、今日はちょうど知ったんですけど、あさって27日の火曜日ね、11時45分からフィルムゴールドがやるんだってさ。みんなでテゾーロの活躍見ましょうね。ちなみに11時45っていうのは午前中の話です。夜じゃないんかー。